こんばんは。ほらーって。お疲れ様です。おーおーおー言ってないで。俺焼肉食ってた。ウキウキパリヨシ。もう俺に倒す敵はいないね。もうルツボはいない俺の前に。カナどうやった？やってない。もう酒しこたま飲んで寝よった。そして起きたって。えらいな、ジャックドール強すぎ笑った。あれは F4 の敵になるんじゃないんか。大阪杯来るん？ちょっと怖いんだが。むしろうまいか。F4 が人気を吸って飯がうまいっていう話になってきたんか。 JD やばいん。あれなんかサイレンス鈴鹿の再来とかまで言われてるんだが、もうモーリスですよ。モーリス、すすずの再来ぞ。ほんとか。イオルだけなんちゃうん。言うてまだそもそも G1 勝ってないんじゃろ。その舞台で戦えるんか JD は。まあでも G2 でレイパパそう子供扱いしたんじゃろと考えたら本物か。だがしかしって難しいとこですね。ちょっと大阪杯が楽しみになってきたぜ。それでは参りましょうか。ジャックドールな。これじゃあモーザリオさんピエロじゃん。でもどうしてくれるの、ルペルカーリアさんは。俺たちのもう忘れろ。そういうことな。これじゃバカみたいじゃないですか、僕たちのモーザリオさんが。おつ、イラつくな、ほんと。まだ出よるか。忘れよって。ええんけ、そんなむごい話で。しかしこのゴム油があるからな、昨日の。これでも価値格なんですわ。ポロ。取りやすい。金虫が取れて、ラッキー。ゴム油最強。